かさずもね、最高のパフォーマンスを、お見せしたいと思います。朝まで飲み潰れるぐらいですかね。ごめんなさい。はい、こんにちは、カズアズカズでございます。6月の18日ですね、東京で、新宿ジルコ東京というところで、カズアズライブ出演します。イベントリビングザモーメント、こちらは大阪、広島などで開催されていて、今回満を持して東京で開催となります。本当にスペシャルなゲストがたくさん来られまして、カズアズもね、最高のパフォーマンスを、お見せしたいと思います。いやいや、どんな曲があるかはね、ちょっと今ね、どんな曲をやろうかいろいろ相談中でございますけれども、個人的にね、私、昔東京でバンドをやってたことがありまして、20代の頃ですね、バンドやってね、ライブやってでやってたんですけど、まあそこからね、12年前ですかね、それでちょっと実家の西宮の方に帰ってきまして、一旦音楽やめてたんですけど、またやりだして、やってるうちにいろいろ動き出して、そしてまた東京へ行ってライブをさせてもらうということで、本当に個人的にでも個人的にでもすごく思い入れの深いライブになるであろうと思われます。で、我々カサスにとってもすごく、重要なライブになるかと思います。たくさんの、ね、方が来ていただけるんじゃないかと思いますけれども、本当皆さんがね、音楽というもののなんていうんですかね、パワーというか、ムーブですよね、ムーブスなんですうまく言えませんが、そういったものを何か感じて変えていただけるのではないかと思っておりますので、ぜひぜひ、6月18日火曜日、新宿ジルコ東京の方でお待ちしております。皆様にお会いできるのを本当に楽しみにしております。ぜひぜひよろしくお願いいたします。ではありがとうございます。カズアズカズでした。どうも皆様、おはようございます、こんにちは、こんばんは。カズアズのベースを担当させていただいておりますジュニアでございます。はい、今回はですね、リビングザモーメント東京編ということで、意気込み動画になります。はいよっ。まず、そうですね、2月に大阪で一度リビングザモーメントが開催され、で、5月に大阪からの広島という流れで開催し、で、今回6月18日にジルコ東京、そうですね、東京でのイベントとなります。個人的にはですね、はい、3回目ですかね、東京でライブさせていただくのは。はい、1度目は外でサポート活動をしていた時に東京でライブして、で、その後リンさん、アズさん、リンさんと3人で高円寺の方まで行って、今回カズアズとしてジルコ東京にやってまいります。はい、いやー、毎度のことながら東京でライブするってなるとね、すごい緊張いや、どこでも緊張するんですけれども、緊張がね、はい、その波が押し寄せてまいりました。はい、でまあライブ自体はもうね、楽しんでやるしかないと思ってるんで、はい、もう全力で楽しんで、で、お客さんも全力で楽しんでいただいて、で、はちゃめちゃなライブ展開をしていきたいかなと、はい、思っております。いやー、東京、そうですね、あとはもう
朝まで飲み潰れるぐらいですかね打ち上げが楽しみでございましょうまだ始まってもね終わりのこと考えているこれじゃダメなんですけどね、はい、いやもう本当でもあのしっかり楽しんで演奏していきたいと思いますので皆様ぜひ、6月18日ジルコ東京までお越しくださいませ。楽しみましょう。ジュネでした。ありがとうございました。